はい、これより定例記者会見を開催いたします。本日は知事より冒頭発言が1件、発表事項が1件ございます。知事のご発言の後、冒頭発言および発表事項に関する質問のお時間を設けております。それでは玉城知事、お願いいたします。はい、遅くなりましたが、はい、最後数量中がなびらお疲れ様でございます。まず、冒頭 の、 発言を申し上げたいと思います。まず今般の北部地域における大雨において被害に遭われた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。浸水による住家、車両の被害や道路の損壊など被害が多数発生する中、地域の皆様が適切かつ迅速な避難行動をなされたことが人的被害がなかったことにつながったものと考えております。一方、災害対策本部の立ち上げの遅れや災害救助法の適用が困難となっていることなど、さまざまご指摘をいただいております。重く受け止めて猛省するとともに直ちに改善を図ってまいります。13日に私が現地を確認させていただいた際に、国頭村、大宜味村、東村から要望をいただきました。被災者への生活物資にかかる費用および見舞い金等の助成、県道等の県管理施設の早期復旧と村道等の村管理施設の復旧のための費用の助成、そして山村へのリエゾンの派遣などの要望については直ちに私から関係部局に対応を指示し、山村への支援を進めております。またご心配をおかけしております災害救助法の適用や各種制度の活用に向け、現在市町村と連携して被災調査を実施しております。合わせて災害救助法の適用がない場合であっても同等の支援が講じられるよう指示をさせていただいております。被災調査は各種制度を早期に活用するために必要であり、沖縄県や市町村による調査のほか、住民の皆様による被害状況の市町村への申告も重要となります。北部地域の皆様には大雨の被害によりご苦労を強いられている中ではございますが、申告の際、家屋等の被害状況の確認が必要な場合には写真などをご確認させていただくことがあります。皆さんもご協力をよろしくお願いいたします。その他、事業の資金繰りや農林水産業、観光などに関する相談窓口を設置しております。それらについては沖縄県のホームページにてご確認をいただければと思います。沖縄県では引き続き北部地域の一日も早い復帰に向けてあらゆる方策を講じて全力で取り組んでまいります。なお、本日9時15分名護市で大雨警報、東村で大雨洪水警報が発表されています。沖縄県では北部地域において災害応急対策を急いでいるところではありますが、お住まいの皆様におかれましてはこの台風の影響による大雨に十分にご注意いただきますようよろしくお願いいたします。県民の皆様におかれましては台風が沖縄地方に接近していることから最新の気象情報を確認し、早めの台風対策をお願いいたします。はい、冒頭の発言は以上でございます。では発表事項に移らせていただきます。今日は発表事項1件、 SDGs 全国フォーラム2024沖縄の開催についてお知らせいたします。来月12月21日土曜日に SDGs の推進による地域課題の解決や地方創生の実現、 SDGs に関する先行事例の共有、官民連携などのパートナーシップの促進を目指し、SDGs 全国フォーラム2024沖縄を沖縄県市町村自治会館にて開催いたします。本フォーラムでは沖縄らしい SDGs を次世代につなぐを全体コンセプトにプログラムをご用意しています。まず10時からはオープニングセレモニーとして早原高等学校の生徒さんによる沖縄の伝統郷土芸能を披露します。11時からは国内外の SDGs の方向とポスト SDGs に向けてをテーマに、慶応義塾大学大学院の蟹江典親教授から基調講演をいただき、内閣府や JICA 関係者、県内有識者をパネリストとして加え、パネルディスカッションを行います。私もパネリストとして登壇をさせていただく予定です。14時からは自然環境の保全と持続可能な観光をテーマに、観光の視点からはハワイ州観光局日本支局の三重バーレイ局長、環境の視点からは琉球大学の土屋誠名誉教授よりそれぞれ基調講演をいただき、観光と環境保全を両立するこれからの観光のスタイルについてパネルディスカッションを行います。その他にも次世代からのメッセージの発表や
SDGs の取り組みに関する展示ブースなどがございます。参加は無料でどなたでも参加可能です。またオンラインでの参加もできますが、事前にインターネットからの申し込みが必要となっております。詳しくは沖縄県ホームページをご覧の上お申し込みください。 SDGs の今後の方向性を一緒に考え、 SDGs の達成に向けた具体的な行動やパートナーシップの形成につながる機会としたいと考えております。皆様のご参加をお待ちしております。来月12月21日の土曜日、 SDGs 全国フォーラム2024沖縄についてのご案内でした。ありがとうございました。発表事項は以上です。はい、それでは冒頭発言および発表事項に関するご質問をお受けしたいと思います。はい、まず、はい、県内幹事社琉球新報さんお願いします。琉球新報の沖田です。よろしくお願いいたします。はい、冒頭発言でこの度の大雨被害についての、県の対応について、はい、ご発言がありました。改めてですが、その県の対応が遅れた最大の理由というかですね、はどこにあるというふうにお考えでしょうか。遅れた理由、はい、はい、まず、沖縄県では大雨の状況を踏まえ、沖縄気象台に、逐次気象状況の確認をさせていただいておりましたところ、9日から10日にかけて記録的短時間大雨情報が発表され、さらに10日朝には大雨特別警報の発表を検討しているとの情報を得たところことから、体制の格上げを含め、常に検討を重ねておりました。その後沖縄気象台に確認をしたところ、天候が回復する見込みであると確認できたことから、それと合わせて大雨による被害状況の全容が徐々に明らかとなったことから、全庁的に対応する必要があるということを判断したために、11日の朝、沖縄県災害対策本部を設置して災害応急対策を実施したというような、そういう取り組みの経緯となっております。まずこの間に今回の災害対応、つまりこの災害対策本部の立ち上げが遅れたのではないかということや、災害救助法など の法律の適用がなぜ要請しなかったのかということについては、一義的に私がそのように判断しなかった、できなかったということを、申請すべきであるというところから、直ちに、防災危機管理課に窓口を一本化して、その現地との状況確認、気象庁、気象台やその他の関係機関との連絡についても、頻繁にその状況確認を、県庁側から待つのではなくて、積極的に情報を取りに行くようなことと、そしてそれは三役に直ちに共有することということなども含めて、体制の取り組みの見直しを指示をさせていただきました。ですから、そのような遅れがあったということを、厳しく反省をして、二度とそのようなことがないように、すぐ対応できるような体制に、作り直すということに着手をさせていただきました。この、経緯を伺っている中で一点気になるのが、その9日土曜日にかなり大雨が降って、当日の間に被害の方ですね、かなり報道等も含めてされていたと思います。10日日曜日にその、天候が回復するという見込みがあったにせよ、被害かなり出ていそうだということで、その体制移行するというような判断ができなかったというのは、やはりその情報、被害情報は届いていなかったということになるんでしょうか。はい、一応経緯をいろいろと調べてみましたけれども、内閣府は9日の、午前4時40分ごろおよび、午前8時45分ごろに生活安全安心課に課電をしたと、電話をしたものの職員が不在だったということなんですね。でそれ以降は電話は、かかってこなかったんですけど、その日の午後には、生活安全安心課の職員も登庁して勤務にはついていたんです。で同時に防災危機管理課と、そして防災危機管理担当者の携帯の番号もお伝えはしてあったんですけれども、そこには連絡がなかったということで、この状況について確認が、その食い違いが生じてしまったということです。そのために私日曜日は、ほぼ終日、お昼の時間帯の外出を除いては知事公舎で
その連絡を待つということで待機をさせていただいておりましたところ、まあ、特にそういう細かい逐次の情報が届かなかったということで、私もどういう状況かについての、まあ、確認を取っていなかったということから、その取り組みの遅れの要因の一つになってしまったということを反省しているところです。ありがとうございます。はい、次に県外幹事社、日経新聞さん、お願いします。すいません、日経新聞の浦崎と申します。よろしくお願いします。今のに関連しまして、救助法の適用に関しての改善策として政府との連携というのも大事になってくると思うんですが、今おっしゃっていた窓口の一本化含めて、同じような事象他県でも起こりうる食い違いだと思うんですけれども、連携今後どのように強化されていくお考えか伺えますでしょうか。はい、まあ、先ほども申し上げましたが、今般の場合にはその法律と首相を担当している、生活福祉部のその対応と、それから防災危機管理課の対応に少し取り組みのずれがあったということです。ですから、まあ、法律は法律として、生活福祉部が所掌するにしても、防災危機管理課がやはりその災害等については窓口として対応すべきであったというようなことが、まあ、非常にその我々の取り組みが、まあ、甘かったという厳しい指摘を受けたところであります。そのことを受けて直ちに窓口を一つにして、例えば私の考えでは、例えば農林や土木などいろんなそういう確認状況がそれぞれ部局に電話をかけても、その部局の担当がいないということになると、また窓口が混乱してしまいますので、まずはそういうことも含めて一本化して、そこからそれぞれ部局につないでいくというようなことも取り組むべきではないかということで指示をしておりますので、どういうそのつなぎ方にするかについては今その検討を進めているところです。はい、ありがとうございます。はい、それでは幹事社以外の記者の皆様から冒頭発言および発表事項に関するご質問をお受けいたします。ご質問ございますでしょうか。はい、沖縄タイムスさん。沖縄タイムスの島袋です。はい、知事、先日やんばる山荘を視察されたときに、はい、災害救助法の適用と同等の支援を検討していくとおっしゃっておりました。はい、現時点での検討状況、今後の見通しも含めて、教えていただけますでしょうか。細かい点は、では、生活福祉部長から。生活福祉部長で、生活福祉部です。現在 の、 生活物資にかかる費用および見舞い金の調整について検討を行っております。災害救助法が適用された場合の支援としては、考えうるものは市町村への支援と、それから被災者への支援というのが2つ大きくございます。まあ、市町村への支援の場合には、支援の場合には避難所の設置、また食料飲料水の供与というものがある。それから被服寝具学用品の供与というのもある。それから住居その周辺の土石等の障害物の除去というものの費用がかかるということですので、そういった費用が救助法相当の支援ということで、これを県の方で、支援していくということを今検討しております。それから、被災者への直接支援といたしましては、この住居の応急処理です、応急修理ですね、こちらの方の金額がかかったものについて、市町村が一旦お支払いしたとしても、県の方でそちらの方を見るということを今検討しているところです。それからあと見舞い金についてでございますが、こちらの方県独自の制度を今創設を進めておりまして、こちら平成27年の台風21号というところで与那国町において大きな被害が受けた事例がございました。まあ、その時に見舞い金の独自制度をうちの方で創設して支給したという事例がございますので、まあ、こういったことを踏まえながら速やかに関係部局と調整を進めて、支払いに向けて進めていきたいというふうに考えております。以上です。
まあ、その与那国の事例を参考にですね、その支援の金額等についても、その内容等について今、精査を進めさせていただいておりますので、災害救助法と、まあ、同様の支援策としての被災者支援と合わせて、県独自の支援も合わせて行っていきたいということで、今検討を進めさせていただいております。はい、他にご質問ございますでしょうか。はい、すみません、後列の方。宮古毎日新聞宮古にです。はい、関連質問です。災害救助法適用の遅れというのはあくまでも事務的な手続きの遅れというふうに、私は考えます。それと民返金の支給というのと補償するというのは全く中身が違うと思います。今後ですね、その災害救助法の適用に関して国と協議するということはされないんですか。以上です。はい、ありがとう。では確認の状況について報告してください。ご指摘のございました、災害救助法の適用について今後内閣府との所管である内閣府との協議は進めないのかというご質問だったと思いますけれども、そちらにつきましてはやはり、災害が発生した時からですね、担当の職員と連絡を取り合っております。で今からでもですね、その災害の基準に達成するような被害が発生している場合にはこれを適用すること可能性もあるということでございました。ですので私どもの方ではその被害状況の方を市町村の方に、現在確認しているところでございます。今までの防災に関しては協議をしないということ。今までのものに関する被害についても合わせて確認していくということでございます。現場のやっぱり調査が必要だということがありますので、すぐそのいわゆる要請は遅れてしまったんですけれども、後からいろんな状況が判明してきたらその状況がまた変わっていくということもありますので、そのことも踏まえて現地の調査を進めていきたいと思います。はい、試験になって申し訳ないですけれども、適用可能だと思いますので、国と協議されたらどうかということです。はい、今回の事態を踏まえて内閣府への連絡窓口を知事公室の防災機関理解一本化して、そこで失礼しました連絡体制の見直しを含め、今回のその法律適用についての状況についてもまた意見交換をするということにしております。そして同時に今後は特別警報の発令可能性の情報共有ですとか、それから当該災害による、住家被害の状況などについても事実確認等を行っていきながら、今後の対応についても移動することなくさまざまな意見を交換していきたいというように考えています。ありがとうございます。はい、産経新聞さん。産経新聞の大竹です。はい、今の質問に関連してなんですけど、はい、その今後適用を検討するというのは私もちょっと法律は詳しくないんで恐縮ですが、1から 4までのその適用要件の中の1から3までであって、地元市さんが報道されているような災害の恐れの時に適用される4号の要件については、もうこれは適用は難しいという理解でよろしいんでしょうか。はい、それぞれの適用の要件については当然その要件から外れるということもありますので、そのことについてはこの状況が変わったと、つまりその恐れとかいろんな形でのその状況はもう時期を過ぎてしまっているということですから、そこは要件から外れるということになると思います。はい、よろしいでしょうか。続いてですね、冒頭発言及び発表事項以外のご質問に移りたいと思います。県内幹事社琉球新報さん、お願いいたします。はい、
ごめんなさい、通告にちょっとなかったんですが、昨日夕方ですか、国頭村のギラマの牧草地に米軍普天間所属の、UH ヘリが不時着したということで、はい、昨日奄美空港のオスプレイ等の緊急策がありましたが、これについてちょっと受け止めというかですね、ご所感をお伺いできればと思います。はい、昨日19時20分ごろ、沖縄防衛局から11月14日の17時ごろ、国頭村の辺戸岬から南西1マイルの位置に海兵隊普天間基地所属の UH-1、1機が着陸したということで米側から、情報があったという連絡を受けました。で、今回の事故による直接的な被害は確認されていないんですが、県警がまず安全確認のため、確保のため国道58号の交通規制をするなど、県民生活への影響が、若干生じているということは確認しています。また航空機関連の事故は人命や財産に関わる重大な事故につながりかねず、県民に大きな不安を与えるものであり、我々としては極めて遺憾であるということをまず率直に申し上げなければならないだろうと思います。で、さらに海兵隊の所属機につきましては、今年に入ってからも8月30日に AH-1 ヘリコプターが慶良間空港に、それから9月24日には CH-53 が粟国空港に、で、11月14日はオスプレイが奄美空港にと緊急着陸が相次いでいるという状況は、非常に県民に不安と不満が高まっているということも受け止めていただけなければならないだろうと思っております。ですから米軍に対しても事故の再発防止安全管理の徹底は今までも強く申してきたにもかかわらず、このような状況が再び発生しているということは、再発防止に対しての強い不信感を抱かざるを得ないということも併せて米側には申し入れておかないといけないだろうと思っていますので、原因の究明再発防止の徹底について、米軍においてはもう一度その整備や運用のマニュアルを徹底的に確認をしていただきたいというように申し入れたいと思います。ありがとうございます。もう一点ちょっと話変わるんですが、明日16日でですね、尾長前知事が知事選に当選した日ということで、10年前のですね、言ってみれば政治体制としてのオール沖縄勢力というのが一種一つ誕生した日でもあると思うんですが、近年では非常にこの各種選挙で一時はオール沖縄がかなり強かったと思うんですけども、近年では相当勝ち負けが出るような形になっていますが、知事のこのオール沖縄の現状についてどうお考えなのかという、その考え方をですね、ちょっとお伺いできればと思いますけど、はい、オール沖縄は、いわゆるその憲白書の実現を目指して保守革新の立場を超えて、広範かつ多様な団体で構成されています。ですから、いわゆる尾長知事からそれを引き継ぐ私の県政を支援する団体の一つであるというように認識をしておりますし、当初から団体の目的は変わっていないというように思います。今回の衆議院選挙においても、一区二区はこれまでの議席を維持することができました。これ全国でもこの社民共産の選挙区での議席を持っているのはここだけです。ですから、そのオール沖縄の支援する県民の皆さんの考え方は変わっていないということが証明もされていると思いますし、ということはつまり憲白書の考え方に対しても県民は、それを諦めたり何かこう失望感をもう広げてしまったということでは、とは言えないと私は受け止めておりますので、オール沖縄への期待も県民の皆様からは引き続き、持たれているだろうというように受け止めています。さがさりながら地域のその首長の選挙や、あるいは県議会議員選挙のその結果を見ても、やはりその情勢や地域課題、あるいはその議員構成、要するに候補者の年齢ですとかその経験ですとか、さまざまなことが有権者によってその投票行動の判断につながっていくわけですから、そのことについては地域の方々の有権者の判断によるものであるということはしっかりと受け止めたいというように、そこは県民のその代表としてのそれぞれの党派を超えた議員の活動についてもしっかりと我々は受け止めるべきであろうというように、私自身もそのように思っています。あ
はい、次に、県外幹事社日経新聞さんお願いします。日経新聞の浦崎です。すいません、はい、県が導入進めている観光目的税についてお伺いします。調整を県としてとりわけ加速させていただかと思うんですが、昨日14日の検討委員会が延期となりました。その件についてお伺いします。税率や自治体との配分について議論不足を指摘する声も業界などにはございますが、知事はどのようにお考えかお願いします。はい、この、観光目的税、過小宿泊税の導入に向けた、検討、今記者から話がありました通り進めております。今年8月、観光関連団体や有識者等で構成する観光目的税の導入施行に関する検討委員会において制度の詳細の議論をいただきました。また11月14日に第3回の観光目的税の導入施行に関する検討委員会を開催することで準備を進めてまいりましたけれども、導入については全体でご賛同いただいているというような中ではありますが、論点に関しては関係者間での調整に時間が要するということになったことから検討委員会の開催を延期することといたしました。なお一部の委員からもまず関係者間で十分調整をした上で委員会を開催すべきだろうというようなご意見も受けたまわっております。この観光目的税の導入に向けては県民生活、社会との調和、観光との相乗効果を活用した産業振興、多様な生態系や環境の保全など、沖縄県の SDGs の取り組みとまた沖縄観光の方向性を重ね合わせながら税の使途、税率設定の在り方について、丁寧にその協議を進めていく必要があると考えておりますので、我々もできるだけ早期にそのような、同意が得られるように丁寧に説明をし意見調整をさせていただければというように考えています。ありがとうございます。すいません、関連してもう一点だけ、はい、報道の中では、独自検討している ご市町村について配分を県対自治体で2対3として上限を設けるといったような県の案が出ているわけですけれども、既存の案にこだわらず議論を今おっしゃったみたいに十分調整するという中で既存の案にこだわらず議論を深めていくようなお考えは現状ございますか。はい、まず県はこれまでその宿泊税の導入を予定している5の市町村と連絡会議を開催して県と導入予定市町村との税の配分についての意見交換を行っています。また8月からの検討委員会においては今度は県と市町村の税の配分や税率設定など制度の詳細について議論をいただいておりまして、我々が出しているものはいわゆる県案というものではなく、その、検討委員会における制度設計に向けた議論のための叩き台というように受け止めていただいているものと思います。ですから何もないところから話をしてもなかなか着地点が見えないんですけれども、こうであったらどうですかというふうな具体的な他の都道府県の事例なども出しながらですね、こういう方向性で、考え方を整理してはどうでしょうか、あるいは他の案についてはどうでしょうということな、そのやっぱり税額設定のあり方ですとか、あるいは課税免除、県と導入市町村との税率や税の配分について、これはやっぱり国ともやっぱり協議を進めていくという必要がありますし、当然、関係省村と丁寧に健康交換をして、その、できる限り簡素で分かりやすくて、負担感の少ないそういうような方向性で進めていきたいということで の意見を、調整させていければと、着地点も一致する点も早期にお互いが見つけられるのではないかというように期待をしています。長くしてしまってすみません、議論の叩き台ということで、あくまでそれでまとまればということではなくて、そこから変えていったり発展させる、あくまでこだわるものではないという解釈でよろしいですか。はい、それでいいと思います。中には中によっては失礼ですけれども、我々が見込んでいる税収と税収以上にもっと収入は税収を上げていけばいった方がいいのではないかというんですけども、これはどの目的でどこにどれだけ使うのかというのが、やっぱり議論といいますか検討がベースにならないと、その税率や 税収についての 確実性が見えてこないんですね。膨れすぎてもいけませんし、少なくすぎても
やっぱりうまくいかないということがあれば、そこの一致点もまた意見交換をしながら、お互いに納得していけるような一致点を見つけていくことが重要であろうと思います。その方がおそらく、導入する市町村も、今はまだ導入しないという市町村においても十分お互いに相互に理解をし納得しながら取り組んでいけるだろうというように思います。はい、予定のお時間過ぎてございます。最後一問程度ございましたらお受けいたします。ですか、よろしいですか。ではじゃあ公立の方お願いします。今日経新聞さんの宿泊税に関連してですが、はい、なんか、報道ではですね、業界団体との話し合いが十分されてないと、いうことで、認識してるんですが、はい、これ市町村県の配分ありきで議論が進んでるんじゃないかという気がするんですね。はい、今後業界団体とどのように、話を進めていくのかということをお聞かせください。はい、県では来年の2月議会にこの条例の提出を目標にですね、とりあえず期限を2月定例会で出そうということを決めて、その前でできるだけ論点を整理していきたいということで、検討委員会の開催を重ねてまいりました。ただ、昨日の検討委員会ももう少し内容を調整してから委員会を持とうじゃないかということもありましたので、そこは業界の皆さんとさらなるその意見交換を深めていってですね、できるだけに遅れることなく我々としても準備をさせていただければと思いますし、そのために何らかのこう拙速な取り組みをするようではやはり理解は得られませんから、そこは丁寧にやはりその意見交換をさせていただければというように考えています。はい、よろしいでしょうか。はい、以上をもちまして、定例会見終了いたします。どうもありがとうございました。はい、リネーデビタンありがとうございました。